チョルルは2011年に山口県で開催された第66回国民体育大会おいでませ。山口国体及び第11回全国障害者スポーツ大会おいでませ。山口大会のマスコットキャラクター。国体終了後はおいでませ山口観光宣伝部長を経て2012年10月より山口県 PR 本部長となった。 2007年10月14日に開催された、おいでませ。山口国体ジャンプアップフェスタ2007で初披露された。特色のある緑色の髪型は、山口の山の形を表すとともに、人や自然から溢れるエネルギーをキャッチするアンテナの役割を果たすという設定となっている。なお、顔の部分は山口の口の形を表しているという。 キャラクターデザインは、県が実施したデザインコンペに応募のあった80点余りのデザインから、周南市のデザイン会社である有限会社3層が提案したものが採用された。デザインを手掛けたのは3層を通じて応募した PH グラフィックスの福永光雄だが、キャラクター公表後にはデザイナーが3層の社長である、重岡博則とされたため、福永が3層に対して、 自らがチョルルのデザインを手掛けたことの地位を確認する民事裁判を提訴2011年に両社間で和解が成立して改めてチョルルのアートディレクター兼デザイナーとして福永の名前が公表された。なお当時の募集要項に基づきチョルルの著作権はおいでませ。山口国体山口大会実行委員会に帰属している。デザイン披露と同時に 愛称の公募が行われ、10月14日から11月30日までの公募期間中に寄せられた9227件の中から山口弁の語尾に多用されるチョルをアレンジしたチョルルが選ばれた。キャラクターの愛称決定に合わせ、お入れませ。山口国体の広報誌にも2008年7月発行の第8号からチョルルの愛称が名付けられている。 2008年以降、国体の PR のために、県内各地のイベントに出演。各種パンフレットや、参加賞、参加記念賞などの関連品にチョルルがデザインされた、他、大会応援歌、ファイト、チョルルや、ダンス、チョルルダンスが作られた。関連グッズ販売では、チョルルの国体ピンバッジなどの売り上げが、約2億8000万円を記録している。おいでませ。 山口国体、山口大会終了に伴い、山口国体、山口大会 PR マスコットとしての役割は、終えたが2011年11月1日より、おいでませ。山口や観光交流キャンペーンのマスコットとして、引き続き、山口県を PR する、おいでませ山口観光宣伝部長に任命される。任期は、 キャンペーン期間中の2012年8月末までとなっているが、当時の山口県知事の新石なりは、観光の他の匿名も与えるかもしれないと、今後も他のキャンペーンでの PR 担当の役割を与える可能性も示唆した。なお、このキャンペーンの人件費には、東日本大震災の復興予算が使われているが、キャンペーンでの雇用者の中には大震災の被災者が、 含まれていなかったため、2013年6月になって、全国各地の自治体における復興予算の使途を問題とする報道の中で、代表例の一つとして取り上げられることになった。2012年9月13日に開かれた山口県観光審議会において、観光分野に限らず幅広く、山口県をアピールする山口県 PR 本部長への昇進が承認され、 翌10月11日の任命式で、県知事、山本茂太郎より任命書が渡された。また、今回の昇進に合わせて、キャラクターデザインの商業利用も無料化されている。ぬいぐるみや菓子類の商品化など、商業利用の申請数は2012年12月20日時点で50件で、千葉県や広島県など、山口県外企業からの申請もある。 2012年9月15日に投票が開始された、ゆるキャラグランプリ2012に、同月20日に初エントリーし、10月初旬には、ランキング2位となった。山口県庁エントランスや周南市徳山、動物園等で辻立ちして、応援を呼びかけてきたものの、1位である、今治市のゆるキャラバリーさんとの得票差が広がってきた、ことから、同月19日に、 県庁で緊急記者会見を開き、涙ながらに必勝の決意を表明するとともに、県内各所を遊説して応援の呼びかけを行うことを発表した。11月25日に開催されたゆるキャラサミットの結果発表では、バリーさんには及ばなかったものの46万2970票で準グランプリを獲得した。翌年のゆるキャラグランプリ2013では、ゆる キャラグランプリチョルル最後の挑戦と題して、再びエントリーしたものの7位に終わり、グランプリの獲得はできなかった。2014年は、前年の宣言通りエントリーしていない。2012年11月27日に、2015年に、山口県で、開催予定の第28回全国健康福祉祭、山口大会の大会マスコットに選ばれたことが、発表された。 2013年2月25日、山口県庁で、ハローキティとのお友達協定が結ばれた。前年12月のサンリオピューロランドのイベント、2012サンリオサンクスパーティーで出会ったことをきっかけに、山口県がサンリオへの働きかけたことで実現した。ハローキティが他のキャラクターと協定を結ぶのは初めてとなる。今後、イベントでの相互出演や、 コラボレーショングッズの開発、情報発信などを通じて、人々に元気を届けることとしている。衣装持ちでもあり、山口県の魅力を表現した、仕様の衣装や、ジョリュル仕様のレノファ山口 FC のユニフォームに加え、国体以降に、山口県で開催される大型イベントのマスコットキャラクターとなっており、その都度衣装を用意する。また、山口幕末維新再使用の衣装は、 山口県の観光 PR を目的としたイベントが最優先される。ありがとうございます。